もうなんせね、面白かった。あの の仕組みとかね、超面白かったよ。あ、どっちの？清水先生の。清水先生の。あ、清水先生の。脳 のね、本当ね。脳の仕組み？脳の仕組みとか、あと要は右脳、ざっくりと右脳左脳、はい、で、いわゆる右脳側、まあ一人で逆だったりとかね、まあいろいろあるらしいんだけど、はい、多くの人の右脳は汚れている。え？汚染されている。え？汚染されている。右脳が？右脳、右脳。右脳って感情の方？そうそう、まあイメージ側。イメージ。汚染。汚染。まあ汚れている。え、それはね、例えば、うん、僕が今聞いてイメージできたのは、うん、例えばこうマスメディアからのこうね、うん、間違った健康情報とかね。うんうん、作られたこうあるでしょ、うん、日本が、うん、牛乳飲んだら体にいいみたいなやつとか、うんうん、ああいうことも含めて、それはどちらかというと左脳的な情報なんだよね。そっか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 、うん、っていう画像ですよ。あ、だから悪いことを言ってる画像とかですよ。あ、だから極端に言うと、あのだから災害とかの画像とかビジュアル、あ、はい、あ、うん、とか。でもそういうのってすっごい見ちゃうけど、うん、いいニュースとかって、うん、あんまり見ない。でも少ないのもあるし、うん、いやだってね、だから人の不幸とかね、うん、そっちの方がみんな Facebook もそうだけどね、うん、見るし、うん、いいねを押すしみたいな、うん、そうで、いい情報はテキストとかで意外と読んでるかもしれないけど、うん、そのビジュアルでは意外と見てない。あ、そう。だってニュースとかもそんないいニュースとかもないし、あ、世の中にその流れてるものとしてね、うん、そう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 、じゃあ綺麗な景色とかもそこまで見てるかって言われると、あ、まあ、ここはいいかもしれないけど、うん、普通にオフィスとかにいたらまあそんなね、うん、自然とかないし、うんうん、なの で右脳的にやっぱイメージで考えるから、はいはい、あ、右脳と左脳基本的に別々に考える、うん、でも別人格みたいなぐらい違うことを考えてるんだけど、うんうん、知ってる、あの昔の転換の手術で、あの脳裏を切るっていう治療法をやってたの昔。へえ。そうで、今はやってないはずだけど、うん、それをするとどうなるかっていうと、うん、要は右脳と左脳の連結がなくなるわけでしょ、うん、だから左脳だからこっちか、右側だもんね、右端のね、うんうん、こう奥さんに、うん、I love you とかって、うん、左脳的にはこうでしょ、こっちでこうでしょ、うん、肩抱いて愛してるよって言って、うん、でも左手でぶん殴るとかね、あったらしいよ。思考では愛さなきゃみたく思ってるかもしれないけど、右脳的には今までの怒りがないかで、本人はどこ殴ってること分かんないの、はぁみたいなっていうこととかが起きたらしい。へー、恐ろしい、うん、だからあの別人格、だから右脳はあのネガティブなイメージの方を受けてる行為から、でそれはだから綺麗な画像とか見てないから、やっぱりこうどっちかというとネガティブなイメージで、はい、コーヒーです、はい、お砂糖ミルクは大丈夫、はい、はい、ネガティブなイメージで汚染されている、汚れているから綺麗にした方がいいよっていう、まあ、そこは木で、うん、一撃で綺麗にしようっていう話なんだけど、うん、まあ、でもあのこれ誰かやってくんないかなと思ってるんだけど、うん、あの要は綺麗な景色とかを、うん、むっちゃ何百枚も集めて、うん、まあ、ただ携帯とかしたらこうどんどんと、うん、たまに、まあ、写真集とかでもいいのかもしれない、うん、綺麗な景色とかをちゃんと宇野ちゃんに、うん、入れといて、はい、あげた方がいいよねっていう。それ売れるんじゃないかとかね。あ、うの、ね、うのクリーニング、あ、それあ、誰か、それうのクリーニング誰かもらったって出てくる。そう、いや確かにそういうアプリはないかもしれないですね、うん、で僕個人的には僕の友人でむっちゃセンスのいい女性がいるから、彼女がやってくんないかなって、あのボーエスさんと話したんだけど、彼女にやってほしいよね。どちらにお住まいの方ですか？東京にお住まいの M さん。多分見てないと思う。見てない。
ケイソン・エムソンにそういうのをね、並べてもらって、ちょっとこうなんか集めてきてもらったりとかね、その本にもね、すごい素敵な写真撮るんだけど、何の話からだったんだっけね。脳の話だもん、ね、清水先生。そうそう、だからそれが、要は五感で受け取った情報をどこだっけ、扁桃核っていうところで、そこは感情を司るんだよね。すごいね、茎ビチはすげえな。扁桃核、扁桃核、扁桃核っていうところで、要は好きか嫌いかを判断するの。扁桃核、扁桃核で。だからそこが要はネガティブエネルギーで埋まってるから、やっぱりネガティブに出ちゃいやすいんだよね。そうなんだ。でその情報がどこに行くかっていうと、次は海馬。はい。海馬ですよ。はい。海の馬と書いて海馬。ここは記憶のところで。はい。だからネガティブな記憶としてそこに溜まっちゃうみたいな。面白いね。うん。やっぱそこら辺から綺麗にしていかないと、ね、だからそこ土台がそのネガティブな発想からスタートしちゃうと、やっぱり行動もね、感情とかも、でなんかそのネガティブも記憶しちゃってるから、新たにじゃあまた同じような情報が入ってきたら、その前の記憶と照合して、あ、これネガティブだって。うん、別に情報としてはニュートラルでも、記憶が、ネガティブなのが入ってるから、あ、またネガティブなの来たって判断しちゃうから、またネガティブが増えちゃってみたいな悪循環になるらしいですよ、らしいですよ。綺麗なもの見ましょう。